え、そう、さ、で、今はないよ、でも。あ、今はさすがに、まあ、東京来てな。まあ、そうやな。すぐ辞めたいのは、今は。最初辞めようと思った。俺なんか辞める人ね、結構おるやん。おった、例えば50人ぐらい入ってたよ。もう1ヶ月ぐらいで半分になるやん。なったおった、おった。今残ってるのがまず俳優1人と芸人3人やん。そう、その50人の中で。だけやからな。やめようと思ったこと、お前はないんよ。昔はないな、その、養成所時代とかは一回もなかった。もうやめるんやったっけ、確か。そうそう、そうや、そうや、思い出した。彼はね、もうやめるんですよ。やめるんですか。結果ねっていうこと。結果どういうこと。やめ、あの、結果、今年、まあ、キングオブコントと M1 で準決勝いかんかったら、やめるかもしれないよねっていう感じがあるかもしれないっていう。そうだ。いや、あの、限りなく、あの、いや、やめへんよ。あ、ダメ、やめへんって言ったらおかしいなことある。おかしいなことある。やめるかもしれないぐらいやるぞっていう。そうで、それぐらいの気持ちでやるぞっていう感じですよね。かもしれない。これも今2年連続で聞いてるんだから、その年末になったら、俺は今年結果出たらやめるっていう時間があるから、これを1時間聞かなあかんの。まあ、それは何、覚悟が変わんの、それで。え、そうそう。だからこれを言わないと、なんかその、いつまでも俺らダラダラやってしまう可能性があるから、ピシッとやっぱその負けた時に決めつけなきゃ。もう腰、もうやめ、腰上がらないやめる。その覚悟をこれ、つく、つっぱしるっていう感じで行くわ。普通のパンちゃんとか、みなみのお母さんとか飲んでるの。そうやろ。だからそういうのをやめろ言うてんねん。それ、いい刺激もらってますから。いい刺激になる。だから、両方とも準々意見買ったとします。まあ、準々はもう言ったから、準々。まあ、だから準決意見買ったとします。続き言って決断するんであれば、まあ、そこ切ろうよ、ほんじゃんな。そうですよね。その次の1年はもうそこの関係はちょっと断とうよ。来年ってことはもしもこれでいかれへんかったら、うん、続けるってお前がまた判断するんやったら、その草山が言ってるその芸人じゃない人っていうか元芸人の人とかとこ飲むのはやめましょうって、あなたが気持ちよくなるだけの時間はやめましょう。ちょっとまた年末に言ってくれる今は俺決められへんからそれ年末にちょうだいそれ、まあ、そしたら俺バシッって言うかもしれん。じゃあ芸人やめるってあの人も今年喋られ、もうあのその人だと飲み行かんし、もう俺も今年もういかんあかんかったら芸人やめるって言うかもしれん。うん、芸人辞めろ毎年言ってんね、うん、でもだんだんそれがかもしれないに変わってくる。でもですから8月で言ってかもしれないとかね。サイダーを辞めたいと思って。わ、ないないんや。へぇ、まあなんかそう、あれって思って、まあ自分のな、あの技量に気づく時ってあるやからな、まあまあ、思ってたより俺あかんかったみたいな時があるやから、うんうん、そういう時はやっぱり辞めるべきなのではとは思うけど、うんうん、辞めたいとは思ったことなんや。え、それこそさ、サイダーなんてその最初養成所入った時さ、もう震えまくってさ、ブル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 、うんうん、もう寝たところじゃなかったやん。とりあえずその緊張するのからやめなさいってその言われたやん。言われる。その時に俺なんか、あ、そういう人がやめるんかなって思うねん。そう、1週間2週間とかでお笑いやってて、もう緊張して無理やみたいな、俺も才能ないわ思って、それでお前なんてやめへんかった。あれでなんでやめへんかった、うん、いや、まあずっとやめ、いや、あの、やりたい仕事やったし、その芸人っていう、うん、で、俺は、なんかそこはなんかプラスっていうか、いや、初めてばっかりやし、そりゃせやろ、みたいな。ああ、初めてばっかりやし、それは抵抗。でも明らかにお前だけなんか、そのすごかったよな。まあまあ、やけど、まあまあ、ネタ見せの速さが尋常じゃない。いや、でも確かに、やる気もあってんな。やる気だけはあった。確かに確かに。もう、こっちはもうやっぱ、勤めてた会社辞めて元気になってるから、今さら後なんか弾けるかよ。覚悟があったやん。その震えをな、利用してなんかその、あのスプーンの上になピンポン玉置いて警察官のコントやったのな、なんかやってたの震えながら、関係ないそうそう、これ何、作家に言われてこれ何なんだあの、緊張してあの震えてるんで、あの震えないようにするためのものですなんか それを利用してやろうみたいな感じでやったんやと思う。確かに。久保ちゃんもないの、その芸能界辞めよう。確かに。全くないな。だ、久保ちゃんがだって一番辞める可能性が一番いいもんな。でも、まあ、辞めるチャンスがあったよ。チャンスがあって。徳島とか行く。そう、徳島行くときも辞めてもよかったし。そ意味わかんない。徳島行くときはもう辞められへんよ。まあまあ、一緒にとか辞める。まあまあ、でもやるって言ってた。でもそう、相方が徳島行くってのはどうする？ちょっと俺ら一人で行かすけど。もうちょっと勘弁してくれってなるやん。そうか。でも、その時は、あの、愛があったもんな、だんだん。まあまあ、そうじゃないですか。相方が大好き。同級生やもんな。同級生、中学からの同級生で相方大好きやったし、うん、最高月収だってまあまあ医学行ってるよな。徳島行って、徳島行った時はそう、テレビで僕ら自分らのレギュラーでお笑いバラエティやらせてもらって、うん、で、編集もやってていいけど、そう、編集も、あ、そうなんや。動画の編集やって、テレビのやつの編集やったりとかで、ラジオもやって、朝の番組キャスターもやってたから、やってた
もうなんか売れてるなぐらいのお金もらっちゃってて、ちょ月収ちょうだいっつったら、あかんかったらマジで P は全然、でもまあ P はまあ入れへんけど、特殊な夢あるね。それでなんか、おお、なんか安定してるってこんな感じかみたいな、僕らがやっぱ大阪時代にさ、夢を追いかけてた感じの時ともう全く違って、バイトもせんでいいし、なんかでたまにこう仕事で、まあ、バンって頑張る、仕事に集中できるし、確かにめっちゃいい環境やって思って、うん、本当はなんか夢追いたいなってなってきて、ネタやってなかったからな、その時。そうだよね、その時はね。ネタのことよう言うてたもんな、当時。ああ、そうやね。今考えたら、相方はネタとかじゃなくて、徳島に根付いて、徳島で、頑張っていこうみたいな。タレントみたいなことやね。そうそう、徳島タレントやっていこうって言ってたけど、僕はもうネタやりたいみたいな。ずっとネタで売れたいみたいなことして。でもそこは俳優になるんだよね。俳優はでもともとね、やりたかったわけ。ああ、そうなの ?19 歳ぐらいの頃から。うん。ほうほう。そうそう。やりたくて、で、いろいろ。受けてたけどダメで、うん、相方に泣きながら、コンビ組んでくれって言われたのが19歳の頃だった。ああ、そうなんや。仕事がうまくいかないから、うん、もう言われたからっていうところで、僕もちょっとお笑い好きやったし。でも今の感じで俺は分かった。やっぱこういう喋り方したら好感度上がるんやなって。なるほど。やっぱり、まあ、かわいい。お笑い求めててみたいな、そういう熱さ。うん、なんかああいうの言ったら好感度上がるやんと思って俺ずっと聞いてたから、内容はほとんど入ってる。そうだよ、熱い話をして。いやいや、ずるいなと思ってた。なんかちょっとまたこうやってこいつだけ好感度上がるやん。確かに。でもネタやりたい人の方がなんかそのやっぱお笑いはほんまに好きなんやと思うね。確かに確かに。でそっちの方が絶対に好感度上がるんだよ、うん、だから俺ごめんやけど、やっぱ俺もやっぱネタはちょっと勘弁してくれよお前。勘弁してくれ。あ、うん、あ、いい、いい、ごめんな、ごめんな、お邪魔します。俺は折れんぞ、俺は折れないぞ。350万もろともネタやりたいな。嘘つけやお前。嘘つけやお前。そう、安定でな、それだけもらえてたもんね。ネタやりたいな、俺らは。そうですか、わかりました。僕もネタやりたいです。僕もネタやらせてください。なんでネタ書くのやめたんだよ。あ、出す、書いてる。私、ポンポンだけどね。全然ポンポンって全然書いてたし、まあそのでも草山にかけてみたっていうのと、まあ根っからのやっぱその俺、ね、そのなんか楽しいやから。まあね、サボりはせえへん、まあまあ、言われたこと全部やるから。まあわかるよ、そのプレイヤーとしてはめっちゃいいから。そうそう、サボりではないけど楽をしようとするから、まあ、だからあいつにやらせてるっていう。あ、そう。でなんか違うとこあったら偉そうに言うっていう。これが大事。よくその僕らの時代みたいなテンションで言えない。この先どうするか。まあ、久保ちゃんが一応分かりやすいんじゃん。そのなんか今どっちメインでやっても舞台俳優、舞台俳優もやってるけど、まあ映像かな。僕はもう事務所のお仕事を、ああ、もらったやつをやるっていう、粛々としながら TikTok とかね、 YouTube とかで。どうするんだろう、 YouTube バーンっていった場合はもう俳優。あ、でもあれか、でも安定求めるの嫌やって言ってたから、もちろん YouTube で一定の収入が来たらもうチャンネル、一緒にぶっ壊して。マジでそれある気がするね。おっとおっと、どうなんだよ。うまくいったら、前もあのランダムハンターで YouTube やってたけど、一、うん、本すごい再生取れたやつがあって、17万再生みたいな。おい、一、本取れたやつがあって、それしたらもうやる気なくなっちゃって、そうやめちゃってチャンネル。燃え尽き症候群だよね。だからさ、志を高めるっていう風に変えるか。いや、お金、そうやな。だって、17万回再生でやめたらもったいないよ。うん、その逆に。だって、こっからもっと火吹くんだから。なんかでもな、あの、その時、ある程度目標があるけど、うん、なんかその目標を達成した時に、なんか、続けていかなくなる。うんうん。まあまあ、確かに確かに。でもやっぱ、なんか、生み出す方がさ、やっぱ面白くなっちゃって、あ、はいはい、次の新しいのやりたくなっちゃって、うん、もう全部ぶち壊したくなるんだよな。何か決めといたんだよ、その目標な。うん、どこか100万回再生をなんか、でもそっちで目標するから良くないんじゃん。それはあくまでも、あ、なるほどね、はい、俳優としてやから。ああ、なるほどね、確かに。俳優としてドラマの主演みたいな、ね、でもこれ高いもんにしとかんとこいつやめるぞ、俳優。いや、そうよね、確かに確かに。もうめっちゃ高くしよう。だからまあ、アカデミー賞じゃん、アメリカの。そうやな。まあだから、ね、今やったネットフリックスの映画のエキストラとか出たらいいな。エキストラ、まあそれからちっちゃい目標な。お前さんも赤の大きい目標決めとったらなんと、走るのやめる癖があるから。確かに、本当に。うん、だからもうアメリカのアカデミー賞。あ、
ダメでしょ。なんか逆にさ、もうもっと年取ってさ、50代で仮面ライダー目指したらおじさんライダー、おじさんライダーみたいな、ね、うん、確かに。仮面ライダー、一生仮面ライダー、一生仮面ライダー、一生仮面ライダー、え一生一生仮面ライダー、一生仮面ライダー、だいたい1年周期やね。仮面ライダー一生にして、一生だからもう、まあ、60以降の久保も見てられへんな俺ら。やるか、仮面ライダーやりたいの僕って。もう俺ら見てられへん、見てられへんやろ、怖いよ。でもまあまあかっこいいし、まあそうやな、いやいやそうやな、まあ確かに年取らへんのちゃうかっていう、うん、もしかしたらイケメンかもしれんしな。それでは目標、目標はまあやっぱ優勝はしたいな、なんか賞レースで。あと R1 やな、 R1 やな、一番かなやっぱり R1、 まあ一回決勝残ってるわけやからさ、うん、まあまあ確かに、それはまあもう取っても同然やと思ってるわけやんか。いやいやそんなことないねって。あのさ、本当に甘くないんだぜ、R1 って。あ、そうなん、そう、甘くないんだ。甘くないの分かってるけど、まあ、一回決勝行ったから、なんかその、うん、なんていう、もう取って当たり前だと思ってるんかなって。確かに確かに。いやいや、もう取れたも同然やっていう風な雰囲気で街を歩いてらっしゃったから。やめろって、それ。俺、一時期の俺をさ。一時期の俺やろ。そうやったんか、お前。その時期あったわ。あってよ。めっちゃかかってる時期があった。かかってる時期あってよ、お前。あったらあかんよ、お前に、そんな時期。ファイナリスト1回なってさ、うんうん、なんか来年こそは優勝だと思ってさ、あ、まあ、もうそのまああの時ラストイヤーが一応あったから、うん、あ、そうだね、そうだな、ラストイヤーまでも2年間あの本当にいろんな人に迷惑かけたから、それかかりすぎてっていうか、もうバキバキになっちゃって、バキバキになっちゃって、もうイライラしてるし、なんかライブで滑ったら泣くし、でもずっとかかりすぎてその音なんで、なるよ、これ泣いてたもん、泣いてたよ。じゃあ今年のこれから目標はじゃあ泣かないことにする。泣かないことにする。もうあれはもうみんな気使うしやめないほうがいい。でも肩の力逆に抜けていいんだよ、そのそれから。かもね。うん、ちょっとだけちょっとだけそれは抜けました。ああ、そうかそうか。俺か。うん、目標。え、ね、目標。まあ、結婚したからな。確かに確かに。マジでもう M1 優勝とか言いません。え？あの飯食えるようになりたいです。ほんまにそれ。確かに。月収30万。とりあえず、とりあえず、で俺、はい、うん、でも俺今みたいにあのそこを達成したらぶっ壊すタイプじゃないから、どんどん上、どんどん上にはあるけど、とりあえず飯食えるようになりたいな。もうバイトしてないの？いやバイトしてんね俺。あ、え、そうなの？一時期ちょっとやっぱ、やめれてたよ。やめれてたけどちょっとまたバイトしだした。でも俺サイダーとかって多分そのいけると思うね。うん。そなんかこういうやつでさ物販とかしたら売れそうやん、グッズが。うん、それでまあなんか言ってたよ。お前ら怪しいと思う俺。まあお前らって言わんといてほしい。俺個人の話だから。だから俺をテディベアにすれば俺売れると思ってんやんか。だって名前をコブラってつけてテディベアを売るわけやから。あ、まあまあ。ぶっちゃけ俺関係ないやんか。関係ない。うん。だってテディベアや、かわいい。あ、いい。ほっとけ。え、お前の顔じゃなくて。お前の顔の顔つくるみたいな。あ、まあそういうのさ。基本的にテディベアに寄せて。テディベア。で、まあなんか服着せとって、それにあの下中のコブラって書いてるぐらいの。これはね。でも俺のグッズやから。いや違うえコブラって書いてるテディベア。テディベアの名前がコブラやもん。そもそも YouTube かな、どこ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 確かに30分いけるわけやから。あ、 YouTube の収益ってこと。そうそう、だから今日お前らが5000人ずつここの登録してもらって、あ、これやってもらったら2人で今緊急で動画上げてもらってます。あ、なるほど。これ終わったらすぐ、うん、今緊急で上げてもらってます。あの今あのコブラとあの同期僕らが松竹僕らの時代を撮ってきました。見てください、手を挙げさそうか。なるほど。だからほんまに、まあ、お前らの時代からほんまにあの頼むよ。ここはもうすごい大事だ。というかもうこっちやで、もう主に。確かに確かに。で、埼玉はもうまあまあ、うん、だから目標はあるか。でも辞めはるから、うん、まあ、次の仕事頑張る。いやだから辞めない。じゃあ目標なんかあれやった。だから今年の目標はこれからの目標は。これあ、まあ、今年の目標で言ったら、これからの目標はだからもうやめない。お笑いをやめない。絶対に。だってその結果さえ残せばやめなくて済むよ、うん、だからやめない。じゃあその良くない先輩の関係性はもう切るね。良くないっていうかその芸人辞めた先輩のところに入り浸らない、ね、それで気持ちよくならない。ならない。それは年末で。同じ。もう分かる。年末で決めましょう、それは。まあ今年の結果次第からね。まあまあそうよ。まあキングオブコント順々もあるし。明日ありますから。明日あるから。はい、これ上がる頃にはもう全部結果出てると思います。ね、確かに。一応、まあ明日のじゃあ意気込みも。まあほんまに流れるが1ヶ月後やから意味わからんそうだけど。
キングオブコント準々決勝やっちゃうけんね。やっちゃうけんね。あ、ちょっと九州弁。九州だ。九州だ。ちょっと出た一応ね。頑張ってほしいです、本当に。確かに確かに。はい、やるしかないから。そう。ということで、まあ同期会ね、はい、僕らの正直これで終わろうと思います。はい、あらじゃん。あらじゃん。